まずやって来たのは、東京・浅草。こちらは今月1日にオープンしたばかりの浅草横丁。うわー、カラフルでとっても賑やかですね。まるでお祭りみたいでワクワクします。お祭りが多い浅草らしさを感じられる横丁です。店内は賑やかな装飾やネオンで彩られており、気分も高まります。また毎週金土日の3日間はよさこいや阿波踊りなどが横丁を練り歩き盛り上げてくれます。もっとお祭り気分を味わいたい人にはこんなサービスも。こちらは横丁内にある着物レンタル店。1000点を超える浴衣や小物の中から選ぶことができます。ということで、着替えてきました。浴衣を着ることでお祭り気分がもっと高まりますね。浴衣を着たまま横丁を飛び出して浅草を街ぶらすることもできるので、若い女性や海外からの観光客を中心に人気だということです。横丁には新鮮なホルモン料理の店やうなぎの串焼きを出す店など、暑さを乗り越えるスタミナがつく料理を出す店もあります。